はい、えー、今回はね、むちゃくちゃ美味しい案件来ましたよ。1万円です。しかもほとんどの方が適用可能です。それは何かと言いますと、今話題の楽天です。楽天銀行のスーパーローンってやつですよね。こちらちょっとクリックしてますね。どうやったら1万円もらえるんでしょうかそもそもスーパーローンって何でしょうかこれは単純に言うとね、お金を貸してくださいって言った時に、ほとんど無審査で貸してくれるカードの発行なんですよ。 ですんで、カード発行自体が審査と言えます。もちろんね、金利がちょっと高かったり、それからね、利用制限が50万だったりね、30万だったり、そんなにね、何百万借りるようなものでもないし、金利が0.1とか1%みたいな、ね、低金利のものでありません。つまりは消費者金融のカードというふうに考えていただければいいんですけども、何にしてもね、お金借りなくても1万円もらえますからね。 これ事業者の方としてはこのカードを作って1万円欲しがる時点でお金を借りてくれる可能性が高いんじゃないかなっていうふうなね目論みがあるんでこれやってるんですよはいちょっと見てみましょうか発行条件日本国内に居住の20歳から62歳までの方そして申し込み3か月以内に新規発行された方ということですほとんどの方が対象でしょそれ以外ないですようん だからカード発行に際しましては、申し込んだ後、書類が送られてくるんで、それを記入して、まあ3ヶ月以内に送ってくださいってことなんで、すぐにやっちゃってください。そうすると、すぐに結果わかるでしょそしてね、もしこのカードが作れるようでしたら、同じようなカードもっぴーでもいっぱいありますんで、似たようなやつをどんどんいってね、で、えー、報酬ゲットすればいいんじゃないですかまあそして獲得対象外なんですけども、当然ですけども、正常に発行されなかった場合はダメとか、すでにカードを持ってる人はダメとか、 その他ね、書いてますんで、よく読んでみてください。大抵の人はもう OK ですからね。で、ポイントゲットの方をちょっとね、クリックしてみますよ。はい。クリックするとどうなるかと言いますと、楽天銀行スーパーローンのサイトの方に行きますと。これなんですかね、最大2000円分プレゼントなるほどね。これは気にしなくていいです。あの、モッピーから1万入りますんで。 で、さらに楽天の方から独自に2000円もらえるかどうかっていう勝負なんで、金利の方とね、最大いくらまで借りれるかってことを確認してください。あとはね、すでに楽天会員の方と、楽天と縁がない方で申し込みの入り口が違うよってことですよね。これは非常にやりやすいんじゃないですか。大抵の方は取れると思いますよ。私も申し込みます。それでは。 はい。えー、そしてですね。まだモッピーにアカウントを作ってない方は、こちらの方から、あの、動画概要欄にね、同じの貼っときますので、コピーペーストして作ってください。それから、あ紹介コードもあります。紹介コードを用いながら、新規登録をモッピーにされると、最初からポイントがね、数百ポイント。多分300円分だと思いますけどそれが入った状態でスタートできますんで、さらにお得でしょう。じゃあ、楽天スーパー銀行、こちらの方、申し込んで1万円もゲットしましょう。いってらっしゃい。